それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、経団連会長、ジャニーズ問題でクソデカ主語、社会全体で反省必要が、 X 民いるいる。社会全体とか言って言論フルボッコ笑をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用、日テレニュースさん、経団連徳倉会長、社会全体で反省する必要があると指摘、ジャニーズ事務所元社長による性加害問題で。記事での発言、経団連徳倉正和会長、これはマスメディアも企業も含めてですが、そういうことに真正面から向き合っていかなかったということ、これも社会全体で反省する必要があると思います。引用終了。 X 民の反応がこちら。以下引用、いるいる、社会全体とか言って薄めようとするやつ、何も反省しないやつは社会全体とか言います。この人何言ってるんだろう、大丈夫、その社会全体の中に経団連も入ってるんですよね。分母を大きくすると一番の問題が見えなくなるのですが、その分母を大きくしようとする人が元凶だったりするんですよね。一億総反省か。終戦直後、一億総懺悔という言葉が流行ったそうです。みんなで反省と言うと聞こえがいいですが、責任者の責任逃れにも便利な言葉ですね。一般人がジャニーズに忖度した歴史はないですからね。この人、口を開ければはってなることばかり、黙ってればいいのに、俺は一切関係ないぞ。そうそう、会社経営する立場の者が就業時間中にあれこれ指示を出すのはわかるが、それを離れれば社員じゃなく一個人だ立場も同じ国民だ経団連に指図される言われはない、勘違いしてのぼせ上がるな。なんで社会全体で反省するんだよ。加害者本人止めで見ぬふりを決め込んで隠蔽しまくった当該事務所とマスコミと広告代理店とそれに乗っかったメーカーだろ。本当経団連やだ。引用終了。社会全体とは、社会全体で反省すると皆意不明やで。ジャニーズ事務所に関して黙認し続けた芸能界、広告代理店、大手マスコミ、スポンサー企業などで反省して対応していただきますようお願い申し上げます。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。